えのき城主のぐるぐる番開運御朱印巡り、山梨県川口浅間神社参拝の巻。全国の御朱印ニストの皆さん、こんにちは。えのき城主です。今回もですね、前回に引き続き次男の木南くんと一緒に山梨県南鶴郡、川口湖町に鎮座の、川口浅間神社というところへ行ってまいりました。そしてこの川口浅間神社の山を少し登っていったところに母の白滝というところがあるんですが、そちらへも行ってまいりました。それではご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、えのき城主です。次男の木南です。ねえ、木南くんね、今日も来ちゃいましたけれども、はい、ここは山梨県の、川口浅間神社というところに来ております。はい、これは浅間神社って書いてね、ここは浅間神社と、読むそうですね。はい、もうここはあの富士山がねすぐ目の前にあるというね、美しいですね。富士山見えますか？富士山ね、富士山超綺麗ですね。じゃあ早速参拝の方行きたいと思いますよ。はい、イエイ、イエイ。川口浅間神社、山梨県南鶴郡川口湖町に鎮座する歴史ある神社。ここはえのき城主が今まで参拝させていただいた神社の中でも皆さんにぜひともおすすめしたい神社ベスト10上位にある神社なんですよね。というわけで今回は次男の木南くんと一緒に行ってきましたよ。創建は平安時代前期、第56代清和天皇の御代、貞観6年864年に発生した富士の噴火鎮災のため、その翌年の貞観7年に浅間の狼を奉祭したことに始まったとされている。ここはその社名を浅間神社ではなく浅間神社と読む。この浅間、その起源については諸説あるが、古代の言葉つまり日本語の起源が関わっていると言われている。阿蘇、アッサムという言葉があるが、それは燃えるや火を吹くという意味。もしかしたらここはそんな古い信仰を守っているのかもしれませんね。富士の北麓で三坂山地を背負い、川口湖越しに富士と対峙した形で鎮座する川口浅間神社は、富士山、信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として世界文化遺産に登録されている。平安時代中期に編纂された縁起式神妙帳には高い社格の一つである明神大社と記載されており、そのため社号碑や御朱印などにも縁起式内明神大社の文字を見ることができる。御祭神は木の花咲夜姫の御事、天孫ニニギの御事の妻であり大山罪の神の娘。別称は浅間の狼。御利益は子孫繁栄、縁結び、家庭円満、安産、恋愛成就、
などなど。毎年4月、猿の日に行われる安産祈願の馬込祭りは、この花咲夜姫の命が豊玉姫の命のお産を見舞いに行くために行われていると伝えられている。素晴らしいご神木ですね。ここには7本の杉の大木がある。その樹齢はおよそ800年から1200年。すごいですね。この7本の大杉は北斗七星の形に配置されている。この7本の御神木に触れるととても大きなパワーを充電できると言われ、多くの人たちが参拝に訪れている。一通り参拝を終えたら、社務所にて御朱印を。川口浅間神社の脇にある坂道を上がっていくと、母の白滝がある。それにしても素晴らしい景色ですね。小さなお社、その中を覗き込むと、ちょうど真ん中に富士山が映り込むんです。ということでね、これからね、母の白滝という、ね、滝があるらしいんで、はい、ちょっと見に行きましょうかね、はい、春には緑が美しく、秋には色鮮やかな紅葉、そして冬には幻想的な氷の芸術が見ることができる。とにかくマイナスイオンが素晴らしい。ここが母の白滝。うわ、すごいね。やばい、やばいよこれ、ほら、すごい、すごいね、美しいね、ね、やばい。母の白滝神社、ここに祀られているのは宅畑父姫の御事、天孫にぎぎの御事の母神ですね。滝に打たれてるふりをしてたら、結構濡れるこれ。本当にずぶ濡れになっちゃいました。いかがだったでしょうか、川口浅間神社。いや、ここね、ほんと素晴らしいんですよね。参道からこの境内にかけて、またその周囲もですね含めて、ものすごく大きな太い木がたくさんあるんですね。そしてこの境内にある、大体7、8メーターぐらいのこのね、太さの大きな大木がですね、これ杉なんですけども、この7本杉っていうのがありまして、これが北斗七星の形に配置されてるんですね。これがまたね、なんかもうこの樹齢が1200年ぐらい前とかっていうことですから、1200年前ってそんな昔からね、この北斗七星がこう配置されているっていうのね、
なんかすごいなーとか思っちゃったんですね。北斗の拳みたいな。北斗七星って、天皇の起源を信仰するものなんですよね。そしてここは、ものすごいパワースポットだってことでも知られてるんですね。もうね、行ってもらえればわかると思います。もう入るだけでなんか違うんですね。うちの木並くんなんて、参道に入った瞬間から、お、ここすごいね、なんて言っちゃったりとかしてましたからね。いや、本当にね、なんか違うんですね。雰囲気とかこう空気感が。もう、ここはね、もう本当すごいと思います。まあ、ただ、ここね、行くだけでもわかるんですけれどもね、この歴史ですとか、この古い神社っていうね、これを体感してもらいたいんですね。これだけでもすごいことなんです。社殿もね、もうね、これは神明造りの立派な造りで、それはもう歴史がね、もう感じさせられるような造りですし、境内の摂末社も立派でしたよね。もう、とにかくね、木をね、体中でビンビン感じちゃうような神社でしたね。御祭神が、この花咲くや姫の御事。大山罪の神の娘であり、天孫二荷の御事の、妻ですね。そして、初代神武天皇のおばあ様にあたる女神様です。浅間神社関係はね、主祭神ですよね。この花咲くや姫の御事。女性に力を与えてくれる神様としても知られていて、出産や、子育てのご利益があると言われています。そして、御朱印がこちらです。これね、いいですよね。結構、えのき成就好みなんですね。こういう御朱印っぽい感じの御朱印が。こちらに、縁起式内、明神大社って書いてありますね。これで、かなりこのなんていうんですかね、社格も高いなっていうのがわかりますね。そして、こちらの御朱印帳がですね、こちらでございます。これね、オリジナルの御朱印帳で、ここに川口浅間神社と書いてあります。これは稚児舞と言ってですね、まあ、太古から伝わる、この、女児のね、女の子の、子供のこの舞をね、神様に、お奉納するというものですね。これがここに書いてあるんですけど、これがね、確か、初穂料が1500円です。これ実はですね、以前、去年のね、秋に行ってるんですね。これは10月14日って書いてありますね。こちらでございます。またこの、この字も素晴らしいですよね。もう何回行ってもね、ここは素晴らしい。もう神社も素晴らしいし、御朱印もね、もう好みなので、何回も行きたくなっちゃうんですね。この、川口浅間神社のですね、まあ、後ろ側といいますか、まあ、この神社自体が山の入り口になってるんですけれども、裏の方に山がずっとありましてね、そこをこう登っていくと、母の白滝というのがあります。素晴らしいですね。滝があるんですけれども、まあ、大体、徒歩で行くと30分ぐらい歩くそうですね。そして江戸木城寺は車で行ったので、7、8分ぐらいだったかな。で、車を止めるところから歩いて、こう、1、2分、まあ、歩いて3分ぐらいですかね、のところに滝が流れているんですけど、これがまたね、もう、うわーっと思うぐらい美しいんです。サイズ的にはそんなに大きい滝じゃないんですけれども、まあ、ちょっと映像見てわかるように、まあ、大きな滝ではなく、ちょっと小規模ではありますけれども、とても美しいんですね。それでいて、とても、荘厳な雰囲気を感じるっていうか、厳格な雰囲気というんですかね、とても癒しと、力を感じる、そんな、滝でした。また行きたいですね、母の白滝。というわけで、今回は、川口浅間神社のご紹介をさせていただきました。いやー、本当に素晴らしい神社と、またね、素晴らしい滝でしたね。以前行った時に、このね、母の白滝には行ってなかったもんですから、今回行けてとても感動しましたし、とてもね、嬉しかったなっていうのと、行ってよかったな、そしてまた行きたいなっていう気持ちでいっぱいです。いや、皆さんもね、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。実はですね、このゴールデンウィークに、えのき成就7、8箇所ぐらい、神社参拝させてもらってるんですけれども、まあ、以前、ちょっと動画でご紹介させてもらったところが、多かったりですとか、次回、別の機会に、ちょっとここはご紹介したいな、ということで、回さなかったところがね、何箇所かあります。
今回このね、ゴールデンウィークにご紹介したのは、渋谷区の金王八幡宮と、前回の、小田原城ですね。宝徳二宮神社と。で、今回の、川口浅間神社のご紹介、ゴールデンウィークの参拝ということでご紹介させていただきました。いや、どこかで、えのきジョージ見かけたら、お気軽にお声をかけください。やっぱね、最近は声をかけていただくケースがとても多くなってきたので、名刺を持ち歩いてますんでね、ご挨拶代わりに、名刺を差し上げますので、ぜひ、お声をおかけください。それでは、どこかの神社仏閣でまたお会いいたしましょう。ぐるるる、バーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、グッド評価などいただけたら励みになります。